西村渡るは、沖縄県南城市出身の元プロ野球選手、コーチ、沖縄県南城市出身。沖縄小学校に在学し、一年時の甲子園では、控え選手として、ベンチ入りした。その後東京上放題に進学し、一年時より遊撃手レギュラーとして活躍。三年時秋には、チーム初のリーグ優勝に貢献した。四年時からは、首相として、 チームを経引し、秋のリーグ制覇に導く。2005年の大学生、社会人ドラフトにて東北楽天ゴールデンイーグルスから5巡目指名を受け入団。東京情報大学野球部総部以来、初のプロ野球選手となる。2015年11月23日、小星田宮城で開催されたファン感謝祭で、森山天音梅津智弘との合同引退セレモニーを実施。 同12月19日、楽天球団で運営する楽天イーグルスアカデミーのジュニアコーチ着任を発表。その傍ら J スポーツの野球解説者として活動している。2019年11月25日に2020年からベースボールチャレンジリーグ群馬ダイヤモンドペガサスのコーチに就任することが発表された。2011年にはチームの若手で ナンバーワンの守備力と評されていた。週刊ベースボール2012年8月20日号内、道具の流儀、シーズン部において、試合中に、小坂誠モデルの軟式野球用グラブを使用している、ことを明かした。楽天の先輩であり、内野守備の名手だった、小坂誠と、坂井忠春から影響を受けており、公式野球用グラブとの違いについて、微妙な違いではない。 僕にとっては大きな違いなんです。と述べている。また、使用されている比較の関係から、野球用具のメーカーをローリングスに統一している。ありがとうございます。